ははいどうも皆さんこんこにちは今日はですねあのやる気とかですねモチベーションとか言われるものの話をします、まあ、どうやって高めていくかみたいな話ですね、でまあ、その話をですね分かりやすく伝えるためにある例を出したいんですけども、あの最近、ですね、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぶりぐらいに会った会員さん、あの石田ジムの会員さんに、 長浜さんに言われた通りに病院行ったら本当に異常があってで今、それを改善して、えー、体の調子がすごく良くなっているって話をしたんですよねで、えー、僕はその人に減量の話をされて聞かれて尋ねられて、えー、どうやったら痩せれますかとで食生活とかを確認して運動習慣とか確認してですね まあ、ほとんど異常,異常というか、太る理由がないなと僕は思ったわけですよね、その人のまあ仕事のやり方とかを聞いてても、あまりこう太る人の習慣に見えないなと思ったわけですよ、でもし僕、それが本当であれば、体にその不調があって内臓が、内臓機能が衰えてたりする可能性があるから、一度病院に,必ず度病院に行ってみるといいよって話をしたんですよね。 で本当にそれが本当で僕に嘘ついてないのであればそれは多分体に異常があるからあ病院に行きなさいって話をして実際その人言ってくれたみたいなんですよで、そしたらやっぱり検査の結果、血液検査の結果、異常値が出て、でまあ、お医者さんに相談してそれをこう改善する努力をしているらしいんですよね、でそうすると、えー、まあ僕が会った時も2ヶ月ぶりか1ヶ月ぶりぐらいだったんですが顔色も良かったんですよね、顔が肌がピンク色でしたね青ざめてたのがピンク色になっていてで顔も細くなってたんですよ。 で、えー、聞いたら1ヶ月で何もしてない、ただ生きているだけで4キロ痩せたっていうことだったんですよね、で、えー、さらにですねこの体の調子も良くなってきて、内臓の多分機能が戻ってきたので、多分エネルギーが充,充満してるんですよね、体に。でそのおかげで、えー、資格の勉強も始めたりと、えー、こうどん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 やる気になってきたって話をされて、すごい感謝されたんですよ、その人には。 話をまとめると、ですねその人は痩せよう、痩せようと努力して頭で念じてたわけですよね、痩せなきゃ痩せないかと、でも痩せなくて、僕に相談したってことなんですけども、痩せを痩せで痩せないんですよね、つまりどういうことかって言うと、痩せるための前提を整えないといけないんですよね、条件を揃えないといけない、頭で痩せようと思っても痩せないんですよ、うまくなろうと思っても上手くならないし、モチベーションを上げようと思っても上がらないんですね、心でいくら念じたところで、それはもう焦りに。 繋がってですねで焦っているのにやらないということ自分が嫌いになっていくるんですね、自分自分身がそれがすごい悪循環なんですよ、よよ投げ出すすんですよね結局そういう人はそういういうに、えー、悪循環に入っちゃった人はそのボクシングそのものとかですね資格勉強そのものとかダイエットそのものを諦めてしまうわけですよ、だから、えー、頭で念じてそうしようとするのではなくてどうすればそれが実現できるかっていう,こう前提を揃えないといけないんですよね。 そうすることでそうやってに落とし込むことによってモチベーションというか動機というのは強く湧いてくるんですよね、まあ、これは僕の経験的にもそうだし、多分脳科学とかそういったものでもそうなっているんじゃないかなという,ふうに感じます。なのでまあボクシングがうまくならないという場合は、念力が足りないわけじゃないんですね、頭でいくら念じて、念力に訴えても、まあ、ボクシングがうまくならないんですよ。必要なのはですね、 どこのジムで誰に教えてもらうかとか、あとは自分がどういう勉強をして、自分のボクシングにどういうアプローチをするかっいうことのが大切なんですよね、前提ですね、それを揃えること、上手くなろうって思ったところで上手くならないんですよ、あの条件が揃ってないと、でもそれは皆さんの経験的にもわかるんじゃないかなと思いますね。あの <laughs> つまんないジムにいたりとかですねあの嫌いな人に教えてもらっててもしょうがないんですよね、やる気が起きないんで、えー、やる気が起きないと練習もはかどらないですよね、結局うまくならないんですね、自分がこう尊敬できる人とか、とかあとはまあ楽しいと感じる環境で、えー、練習すること、これがやっぱり一番うまくなりますね、こういう前提を揃えること、えー、自分が嫌いな人とか、ですね楽しくない環境で練習しててもうまくならないんですよね。そそれはもううういう 上手うまくなるための構造がないからですよね川の流れと一緒で決まった通りに流れます、構造の通りに水とかですねもういろいろ,いろあらゆるものは構造に沿って流れていくんですよね、なのでその構造を作ってないと、水,水というかこの技術とかいろんなものが流れていかない、お金もそうですよね、あの構造がないと流れていかないわけですよ、なのでまず前提という構造をどうやって作るかというのが大切になってきます。 他にもですね言われたことをどうしてできないんだとかいう指導もありますが、それはあ言われたことができる起こるような構造が作れてないんですよね、練習の構造であったり、もしくは単純に姿勢、姿勢そのものがその動作をやるための構造になっていないということですよね、ここまでしっかり落とし込んで考えないと頭で、えー、やるわけじゃないので、ね、頭で考えてボクシングはやるわけじゃないので、えーま、ずそういう前 一定の構造を作っていいいいかないといけなけんですよね姿勢であったりとか、えーまあ、練習の構造であったりとか、まあ、あと心の構造、ですよね精神的な構造を作っていく、そしたらそれが正しく作れたのであれば、えー、結論をこう導くための構造が正しく作れたのであれば考えなくてでもそれはあ起こります、えー、先ほど挙げたこう会員さんの例も同じでいくら頑張って努力して痩せようと思っても痩せないんですよね、痩せる条件が揃ってないので。 ただ、きちんとです、ね、体の調子とかです、ね、あの内臓の機能とかそういったものをきちんと痩せるための前提を揃えればその人はただ生きているだけで痩せ始めたわけですよ、それと全く一緒なんですよね、あの人間の体とか心、頭ってそういうふうになっているので、えー、こうやろうと思ってやるんじゃなくて、それが起こるためにはどうやって、どういう前提が必要かっていうことをこう、まあ、前提を逆算して考えていくということですね。 うまくなるためにはですね、どうやったら楽しく練習できるかとか、どうやったら自分が尊敬できる人と練習できるかとか、そういうことを考えていた方がいいですね、頭でうまくなろうとするよりは、どうやったら楽しいとか、どうやったら気持ちよく自分が練習できるかということの前提を揃えていくということですね。環境を変えると、人が変わったように、ボクシング変わったりするのはそういうことなんですよね、前提が変わってるので、えー、結論が変わってくるということですね。もしもし何か… 競技力の悩んでいるとかです、ねまあ、ボクシング以外でもそうですがなんかうまくいかないと感じている方はあ前提の方をですを、ね、洗い出してそして、まあ、結論からです、ね、逆算してみてほしいなと思いますで、えーまあ。プロボクサーとかプロ格闘家はです、ね、このトレーナーを変えるとかジムを変えるということは当たり前の選択肢として心にとめておかないといけないですね。 その強くなれない環境、構造の中でいくらもがいても強くならないんですよね、あもうだめだと思ったらもう次、次、次ってやった方がいいですね、これはねあの一般の方もそうですよね、僕はそう一般の方でもそうしてほしいなと思います、どうしてかっていうと、まあ、お金を払い、えー、人生の時間をかけてるわけですよね、まあ、抽象的に見ればですねプロとは変わらないわけですよね、プロだって命をかけて、人生をかけてやってるわけですよね。 一般の人も人生をかけ、人生の時間をかけ、人生の時間をかけて働いたお金でジムに通っているわけだから、もうなんか、心だとうまくならんとか楽しくないっていうことだったら、そのためにです、ね、そのジムへ通ったりとか、そのトレーナーと一緒にやる必要はないんですよね。 もうそれぐらいの選択肢を常に持っていないと本当にあの不,幸のです、ね、不幸に巻き込まれていくんですよね、あの自分のことは嫌いになるんですよね、上手くなれない自分が嫌いになったりとか、人生がうまくいかない自分が嫌いになったりとか、なので、常にですね選択肢としてやめる、えー、別のところへ行くということは持っていってほしいなという,ふうに思います。